北の都か。ずいぶん賑やかね。うん、なんでもこの辺りでは一番大きな町らしいよ。商店街にも活気がありますし、物も豊かですわ。綺麗な姉ちゃんも多いな。なんかいい町みたいじゃない。来て正解だったわね。さて、これからどうしようか。みんなどうするの？長旅でいろんなものがなくなってきてますから、ここで旅の支度を整えておいた方が良いかと思いますけど。私はお買い物がしたいな。そろそろ新しいムチも欲しいし。どこ行けねえ。ドコンボのメンテナンスオイルが切れてたんだっけな。そっか、僕は本屋さんに行ってみたいと思ってたんだけど。皆さんバラバラですね。いいじゃない。だったらこれから自由行動にしましょうよ。うん、それがいいな。その方がこの街の情報もたくさん集められると思うわよ。うん、そうだね。じゃあそうしよっか。やった。それじゃあ私は旅自宅の買い出しのついでに今晩の宿を探してきますね。あ、助かるよおいねちゃん。それじゃあ情報収集を兼ねて別行動にしよう。3時間後にそこの茶店に集合。ママはどうする？美味しそうな匂いがする。さっきから静かだと思ったら。お昼ご飯ならさっき食べたばっかりじゃないか。あっちだ、間違いない。あ、ちょっとママ遅れちゃダメだよ。うん、わかった。だがしょうがないな。それじゃみんな、また後でね。なになに、失われた古の式神か。面白そうだな。買ってよかった。あ、この辺の地図も買っとこうかな。少し買いすぎちゃったかな。でもこんなに安いなんてラッキー。ん、あの怪しい店なんだ。ちょっと覗いてこっかな。すいませんお嬢さん、お一人ですか？よかったらお茶でもいかがですか？え、あの、急いでますからごめんなさい。なんかよ、仕方に、本当に武器でも見に行くかな。よいしょっと。これだけ買っておけばこの先も当分大丈夫ですね。あとは今晩泊まる宿を、ここは、まあ露天風呂付き、素敵です。すみません、たい焼き20個ください。あよ。お、お嬢ちゃん可愛いからおまけしちゃおうかな。ありがとう。うん、おいしい。あれ、あの人ばかりなんだろう。ああ、あれはこの宮古島の芝居小屋だよ。へえ、お芝居か。おせな、まだ来ねえのかよ。ん？でも約束の時間までもうちょっとあるし。まったく、こういうとこに来ると女ってやつだよ。いらっしゃいませ。いたいた。お、待った。おお、なんだよそんな荷物抱えて。何買ったんだ？何って新しいムチでしょ。それに服とかバッグとか下着とかいろいろよ。それよりあんた、ナンパはどうだったの？それがな。おい、なんだ、ナンパなんかしてねえ俺は。どうだか。まあまあ、二人とも。いらっしゃいませ。あ、お犬ちゃんだ。お犬ちゃん。君丸様、すみません遅くなりました。うん、約束時間通りだよ。お犬、宿は見つかった？はい、この近くです。あの、それよりも君丸様。どうしたのお犬ちゃん。ちょっと気になることを聞いたんですけど、なんだかこの辺では神隠しが頻繁に起こってるそうなんです。え、神隠しって、あの人が突然消えちゃう？はい、最近若い男の人ばかりが次々と行方不明になっているそうです。君丸様、気をつけてくださいね。なんだ、キジメみてえなやつがいるのか。変なこと言わないでよ。あ、でも私も妙な噂を聞いたわよ。え、どんな？
なんかね、柄の悪い連中が都をうろついていて、あっちこっちで爆弾事件が起きてるんだって。あらあら、なんだか物騒なとこだな。神隠しに爆弾か。気をつけないといけないね。あ、俺、そういえばももは？うん、まだ来てねえみたいだな。遅いな、迷ってるのかな。まあ大丈夫でしょ。お茶でも飲みながら気長に待ちましょう。うん、そうしよっか。遅い！もう1時間も経ってるじゃない！いつまで待たせんのよ！もうどうしたんだろう。だいぶ日も暮れてきたしな。もしかしてももちゃんの身に何か。あ、まさか。僕ちょっとその辺探してくる。ああ、待って君丸、私と猿吉でひとっ飛びしてその辺見てくるわ。その方が早いでしょ。しゃあねえ、もものためだ。あのお客様、そろそろ閉店ですのでお会計を。え、もう終わりなの？はい、最近は物騒ですから早い時間に閉店させていただいてるんです。あ、すみません、まだ一人来てないんです。もう少しだけ待たせてください。お願いします。そう言われましても。みんな遅くなってごめん。もう、お水ちょうだい。よかった、心配したんですよ。どうしたんだよモモ、こんなに遅くまで。お芝居見てたの。え、芝居だ。そう、面白かったか。うん、すっごく面白かった。あってね、聞いて聞いて、モモ。みんなずっと心配してたんだよ。それなのにお芝居見てただなんて。そうよ。まあまあ、無事に帰ってきたんですから。だいたい今何時だと思ってるの。ああ、もういいじゃねえか。その辺にしといてやるよ。なあ、モモ。ごめんなさい。でもね。モモはいつもそうだ。いつも自分勝手なんだよ。君丸。周りを振り回して、迷惑かけて心配させて。もう子供じゃないんだから、もっと周りのことも考えたら。何よ、君丸ったら保護者ぶっちゃって偉そうに。なんだって。どうせ私は子供ですよ、迷惑の塊です。そんなこと言ってるんじゃないだろ。自分の行動に責任を持てって言ってるだけじゃないか。そんなに迷惑だったらついてこなくたっていいわよ。忍びの里に帰れば。モモ。もう知らない。モモちゃん。モモ。あらら、行っちゃった。君丸様、早く追いかけないと。どうしよう、言い過ぎちゃったかな。追いかけて謝ろうかな。でもな、ももだって悪いよな、あんなに心配させといて。こんなばかりはももが謝るまでほっとくさ。でもな。どうするよ、君丸。君丸様、いいじゃないの、ほっとけば。すみません、お会計。